でサヨナラ勝ちし、大会連覇を果たしました。続いては大相撲、伊賀市出身の千代の国です。8日に初日を迎える11月場所で、おととし初場所以来、およそ2年ぶりに幕内復帰を果たしました。多くの怪我と戦いながら幕内に戻ってきた30歳を、大相撲担当の大阪アナウンサーが取材しました。思うように体が動かなかったり、思うように成績がついてこなかった時期もやっぱりありましたけど、まあ、諦めずにやってよかったなと。3年前の夏場所、千代の国は自己最高位の前頭筆頭に躍進し、横綱鶴竜との一番。金星を挙げる活躍を見せていました。初めての金星の勝ち名乗り。ただここまでの相撲人生は決して順風満帆ではありませんでした。怪我で幕内から三段目まで番付を下げたこともありました。これまでに手術は肩、膝、足首など10回ほど。その度に熱心な稽古で克服してきました。その千代の国に去年初場所、再び悲劇が襲います。激しい勢いがうまくあてがっている。押し倒し、千代の国思いで食べてしまいました。2度目の関取陥落となる左膝の大怪我でした。倒れるときにもう骨が外れる音が聞こえたんで、こりゃいかんなっていう感じだったですね。今振り返ってみたら今までで一番大きい怪我でした。自分が悪いんでね、怪我するのは。はい、自分が弱いから壊れていくわけで、うまくいかないもんだなと思いましたね。3場所休場後、千代の国は再起を図ります。しかし、嫌う千代の国、思い通りの相撲が取れません。1年前の九州場所からなんと幕下で3場所連続負け越しを喫してしまいました。手がついてしまった。千代の国は4連敗負け越し。そんな時、師匠からかけられた言葉がありました。お前が元気なかったら部屋が明るくないんだけど、お前は部屋の宝なんだから自信を持ってやれって言っていただいたのが大きかったですね。気持ちが晴れたという、前に進めたような気がします。その後、新型コロナウイルスの影響で夏場所は中止に。その間も気持ちを切らさず稽古を続けました。回しに手をかけますが、千代の国押し出し。突き起こす千代の国、攻める千代の国。その結果、今年7月場所、幕下優勝で一気に十両復帰を勝ち取ります。さらに先場所は十両で快進撃。幕下に続き十両でも優勝。大きな怪我を乗り越えて2度目の幕内復活劇です。折れない心を持つっていうところですかね。やっぱり諦めない、自分はこうなりたいとか、やっぱり芯を持つことが大事だっていうことが分かったですね。幾多の怪我を乗り越えてきた千代の国にとって、ふるさとの応援は大きな支えです。次の目標は三役昇進。30歳になった今もふるさとを胸に土俵に上がります。涙出るから温かいですね。だから頑張ろうと思います。これからも変わらず応援のほどよろしくお願いいたします。
この幕の内に戻ってきたここまでのストーリーに本当に勇気をもらいますし、そしてこの11月場所もうふるさとの、ね、ものとしてしっかり応援していきたいと思います、はい、この、ね、インタビューの言葉にも強さがにじみ出ていました。今後さらにパワーアップした姿見られること楽しみにしています。本来11月は九州場所なんですが、今年は新型コロナウイルスの影響で東京両国の国技館で開催されます。初日は8日、千代の国をはじめ三重県出身力士の活躍に期待したいですね。続いて昨日行われた全国高校ラ